ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。いいなそれ。いや、あなたいらないでしょ。皆さんこんにちは、寺田由紀です。うるさい、うるさい。個人で掲示板のようなウェブサービスを開発中です。掲示板や SNS のようなユーザーがたくさん使ってこそ成り立つサービスの広め方について質問なのですが、こういったサービスを広めるにあたって初期段階のプロモーションはどのようなものが効果的でしょうか。 Twitter、Facebook、告知、インフルエンサーに使ってもらうなど考えましたが、他にもありましたら教えてくださいという質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思います。はい、本日のゲストはユニマルの CEO 今熊慎也さんと COO 永田司さんです。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ質問の答えいきましょう。はい、私はこう答えました。友達がたくさんいそうな、あるいは周りから人が寄ってきそうな人に使ってもらうのがいいでしょうね。大学生だったら人気のサークルのメンバーとかね、うん。この間ちょっと気づいたんですけど、うん、若い子向けのグループ機能みたいなのがあるアプリってないんだよね。 Facebook グループみたいな、 Facebook って使われてないじゃないですか、はい、10代とか20代前半とかって、うん、親とか先生が見るからとか、うん、大人が見るから嫌だみたいな、はいはいはい、だから LINE とか Snapchat とかを使うようになってるんだけど、うん、昔の Mixi みたいな。あ、 LINE グループってそんなにパブリックじゃないというか、知らない人と知り合えない。すげえ仲間内の会話ですもんね。知らない人から勧誘来ることあるんだけど、うん、こうなんか怪しいサイトだったりとかなんか SNS ってツール自体がちょっと循環するわけじゃないですけど、うん、Facebook がもうちょっと飽きたって言われたり、なんか今はインスタだって言われたり、若い人って結構新しいのに目行きがちじゃないですか、うん、だからどん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 なんか目行きがちなんじゃないんだと思うよ、はい、初めて会うのが違うだけの話。若い子たちのグループで使えるような SNS がないっていうのはすごくヒントだと思うので、はい、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。ということで本日最終日ですので、ぜひカメラに向かってたっぷり告知をお願いします。アプリアピールを、ありがとうございます。桜島ハウスがどうですかね、まだもしかしたらニコ生をやってるかもしれないですよニコ生もやるんですよ。ニコ生もずっとやるので、もしかしたら見ていただけるかもしれないっていうのと、鹿児島からお近くであれば懇親会だけ参加できる可能性もあるかもしれないのでぜひ来ていただきたいなと、お近くの方、はい、思ってます。で、僕らのサービスがちょっと 2B でなかなか皆さんっていうわけではないんですけど、まあ、ウェブ制作に携わる方とかには一度触っていただいて、14日間は無料でお使いいただけるので、もちろん僕らフィードバックをすごく欲しがってますので、お使いいただいて、こんなだったらもっと使うのになみたいなのもいただけるとすごく嬉しいです。以上です。はい、ぜひ皆さんね、ビジネスやってる方とかも多く見てらっしゃると思うので、はい、ぜひ皆さん使ってみてください、はい、そして寺田由紀ワンマンライブですね、8月6日大阪、8月20日東京でやります。ぜひ皆さん来てください。チケット絶賛発売中です。よろしくお願いします。完売目指してます。はい、そしてこの動画面白いと思った方、チャンネル登録お願いします。堀江さんの意見が賛成か反対かのアンケートも行っておりますので答えてみてください。そしてメルマガに メルマガに入会いただくと質問に堀江さんが答えてくれますので、ぜひメルマガ入会お願いします。それでは本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。私は今日も笑ってます。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくねどう